お笑いコンビチュートリアルの徳井さん、はいえー、会社に約1億2000万円の所得隠しと申告漏れ指摘と、うん、FNN が報じていまして、はい、これ、FNN の取材で分かったという話なんですね。お笑いコンビチュートリアルの徳井よしみさん44歳が、えー、設立した会社が東京国税局から2018年までの7年間で約1億2000万円の所得隠しと申告漏れを指摘されていたことが分かったと。はいえー、関係者によると徳井さんは 吉本興業から支払われるテレビやラジオの出演料などを本人が個人として設立し,設立した株式会社、チューリップを通して受け取っていたが2012年から15年までの4年間で個人的な旅行や洋服代アクセサリー代などを会社の経費として計上していた東京国税局はこれを経費として認めず約2000万円の所得隠しを指摘した。 また2016年から18年までの3年間は収入を全く申告しておらず、はいえー、徳井さんに対しや、えー、約1億円の申告漏れを指摘したと重加算税等を含めた追徴税額は合わせて約3400万円に上ると見られ、はい、まあこれ徳井さんも払っていると、はい、修正して払っているとこれはもう、まあ、申告漏れとか書いてあんですけども,、はい、も脱税ですね。 億ででしょ脱税す3年間払わないってありえないですからね。申告すらしてないんですよ。う申告してないってそんなのと分かんないね意味がいや本その感覚がフリーでやってたら毎年いや個人事業主だったら3月とかに確定申告するわけですよそれでまあ税額が決まって払ってもしなんか不備があったらその後なんかこう 事務所から電話が来るとかそう電話が来て、うん、それでここをこうで直してくださいとか資料はどうですかって言われるわけですけれども、うんはい、これ電話とかも無視してたってことでしょうねいや来ますよね当然、うん、そう,そう当然来ますよねだから <laughs> 無視してて、うん、このまあやってなかったでそのだから罰として、うん 7年間ぐらい遡るから、うん、やばい時はでそれでその時の旅行とか、うん、え洋服代とかも全部あの会社の経費してるやつを否認されちゃってる、うん、だからあのー、申告してればこの分は絶対認めてもらえてたと思う、ねはい、ちゃんと毎年やってれば、うん、直近2年ぐらいで大体、はい、まあこんなもんでいいとするかっていう形だったと思うけど、うん、これはちょっと悪質だよね いやーこれは悪質ですね。悪質だよねゃ盗みんじゃないもん、ねうん、だ国民の義務を全く果たしてないわけですからこれテレビ出していいのかっていう話にはなるよね、うん、いやだってその数千万円単位の収入がある人って税金額結構な金額になるじゃないですかそれがその国に入らないってことは、うんはい、その分だからどっかから集めないといけないわけですから集めるというかその分配するときに不備が出るわけですから、はい。 大変な、問題なんじゃないかなと。はい。であの、ミヤネ屋の、あのミヤネさんが、徳井さんと電話したらしいんですね。はいはい。それによると、なんかこう、徳井はこう、無知だと。はい。だから、その、税理士かなんかに、その、もう税、税収国の時期ですよって言われてるのに。こう、なんか、忙しくて、やってなくて、もう2年まとめて払えばいいやみたいな感覚だ。ったと。ああ。そんなありえないじゃないですか。ありえないです。2年まとめて払えばいい。ありえない。ありえない。 全然ありえないですよねこういうお金感覚っていうのは以前闇営業っていうのが吉本では指摘されてましたけど結構その辺りの金銭問題っていうのはあるんじゃないですか確かにねちょっと舐めてるよねそうですね個人会社にしてるっていうだから結局所得が上がれば上がるほど会社にした方がいいっていううまあそそう経費 枠とかね、うん、使い方も変えられるし、うん、まあ赤字決算っていうのもできるし、<laughs> うん、で後で通算するっていうこともできるから、うん、だぶ断然得なんですよね。うん、だからまあそうしたんだけど、えー、税理士も雇ってたけど税理士の忠告に対して動かなかったというところなんだろうね。うんうん、本当の個人会社なんでしょうね。本当の個人。本当のだから一人会社で、うん、っていう感じじゃないと。 だってスタッフ行ったら分かるでしょまあそう分かるっていうかね、うん、もうな何 <laughs> 何とコメントしていいか分かんないぐらいアホだよ、ね、ちょっとこれは <laughs> これ許されないし、うんまあ、本んにそうだって個人やっただって会社その個人でやってたら、うん、税金って絶対気になるじゃないですかな<る>これぐらい税金で取られるから、うんまあ、今回あんまりお金使えないなとかあるのに、うんまあ、税理士には相談していたんだろうけど、うんうん まあ、さまざまな最終的な手続きに関しては自分でやっていたのか、はいはい、まあ、この辺芸人だから分かんないですけどもこれはもう何のメリットもないことをやっちゃってるよね <laughs> はっきり言ってだってあれぐらい売れてたら、はい、もうだらだら出てれば、うん、そこそこすごい収入がもらえるわけじゃないいやそうですよそ<う>だって1億円の申告漏れですよねはいえでもそれは収収入がってことなのう3年間隠してた分で 16年から18年までの3年間は収入を全く申告しておらず徳井、うん、さんに対し約1億円の申告漏れ、うん、ということは3年間で1億円ということですか、はい、いやもっとあると思うよ、うん、でも申告漏れってことはそれぐらいの収入ということなんじゃないですかただ個人でもらってる分もあるんじゃないかと思うんだけどねあ<ー>あの会社で受けてる分と、うん、<あの> <laughs> 吉本からしで全部吉本通してるのか、うん、これ所属で、まあ、ちょっとなんか形式が違うみたいじゃない会社とかあ,<ー>あとさんまとかも。 会社で受けるって形になったりとかで、会社でもらっていいやつもあるとかそういう風にちょっと闇営業とかもう申告すらしないそうダイレクトだからね闇営業ですらあんだけ問題になったのにどうすんだろうねいやどうするんでしょうねこれはメリットがあるとしたら何年後かにしくじり先生に出るぐらいしかビビタルもんじゃないですか失うものの方が大きすぎますよや テレビ出れるんですかね結構人気番組出るじゃないですか出る徳井さんはもういじれないよね、うん、こんなのことあったら脱税でいじるってなかなか難しいですねそう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 ん、い<や>まあもったいない、はい、これはあかんでしょう、うん、テレビって公共の電波だし、うん、公共のまあはっきり言ってまあか上げさせられてるもんじゃない、うん、やっぱ。 そこに出出れれるる人人とないいがわけで電波を独占してる企業があってそこと結託してる芸能事務所じゃないとなかなか出れないっていう構造になってるわけじゃないだからそういう意味ではね「バンドエイジも消えた」ってバンドエイジ全員無所のポスターに出てたのに脱税してたっていう。 バンドもちょっといろんなものさらされたじゃないですかんか「かつらは経費じゃない」って「かつらは経費だけど食毛は経費にならない」「んだそれ」っていうちょっとかわいそうだよねでも芸能人なんだからそれぐらいいいんじゃないかなと思いますけどいいと思うよねだって女性の芸能人はエステとかウィッグとかつけるじゃないですかウィッグとかあと化粧品とかも当然全部。 落ちるわけだから。いや本当ですよ。ハゲに厳しいですよ。そう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 。それはちょっとその可哀想だよね。そういう意味では。そう食毛とかカツラとかそういうのはもう経費で認めないと。経費で認めてあげないと。あのえっと船越栄一郎はいなんかは落ちてんのかね。で奥さんにばらされた。最悪ですね。あれ最低だよね。最低ですよ。松井和雄にああいうのは。 ああいうのはいいけなよねもっと男女のもつれって言ってもああいうのはちょっといけないよねいやもつれにしたって言っちゃいけない本当に言っちゃいけない部分ですよねあそう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 女性関係より言ってはいけないか言ってはいけないと思う本当に浮気してたとかねそういうのよりもブランド傷つけるでしょ本当にあれはよくないよねリベンジポールだってそうそう。あリベンジポールの敵だよねリベンジポールの敵ですよねいやほそうそうそうなんか 小倉はどうよってでもこういうのは本当に気をつけてもらいたいですね。税金本来得られるはずの税金というのが。まあ税そうこれは無申告だからこれは悪い、うん、であの税務署は、うん、その税金の,あのガイドラインをちゃんとすべきだと僕は思います。 はあ、人によ来た人によって認める認めないとか<ー>ちょっとさじ加減とか裁裁量量がが難難ししいい、ねうん、でね今もう仕事の分野ってめちゃくちゃ多いじゃないですか、うん、そ,うそれをおそらく網羅するのって無理だろうしうで業態によってはそれ経費として認められるものがあるけれども、うんうん、別の業態だと認められないというのもあるじゃないですかこののさんの場合って、うん これか経費になんねえなっていう感じですよね何かこれ残してるわけじゃないわけですしそれで稼いだわけでもないというかだからこそまあちょっとこれはだめだろうなとそうなんですよ本当に税理士がどう吹き込んでいたのかああ言うこと聞かなかったんだと思うねうんそういう意味ではねユーチューバーはある意味何でも経費になりうるというかレビュー系ユーチューバーなんてまさにそうですね全部そうだもんねレビューするために買ってますからね プラスになるかって言ったらまた別だからね10万円のカメラ買って10万円以上稼げなきゃ意味ないからねだから1回の動画にしてじゃあその金額何なのかって言ったら原価を回収できないう原価は回収できないからただでもどっちにしろカメラを買わなきゃいけないと思ってやるとかそういうのはあると思うんだよねそうですねこういう仕事やってると本とかも結構なりますよね本は絶対本はどの業種も全部なるよ100パ何がどういう本買っても 全部勉強ってか資料必要ですからねいやだからこの経費の話っていうのは奥が深いですよね奥が深いけれどもこれは学生時代からすべき話だと思うよああそういうのを話してるともうあ経営者になるしかねえなって思うようそ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 こを話してたらまあ裁量ですからね個人で何かやるとか会社でやるっていうのは だいぶその会社員としてやってる時よりは裁量がもう十二分ほど出てくるのでまあ面白いっちゃ面白いですよねいやこの税金関係についてはまああの僕はまだ個人でやってるんですけどまあ和田さんはやっぱり会社でやった方がいいっていうアドバイスをもう特区でしょ特区ですもう面倒くさいですよね結局いやもうあの全部あのちょっと手伝いますよ本当ですか 無申告ななっっちゃたたみいいのあ申告遅れはまだいいんですよ税務署に言って今ちょっと資料が人手が足りないとかさちょっと最後の経費の生産が間に合いませんでしたとかちゃんと税務署に届けてればいいんだけどこれはもうだめですね和田さんのところ毎年来て来てない34年に1回だからうちに来るのは税務署が。 来てんじゃないですか毎年じゃない34年に1回なんだ <laughs>、はい34年に1回普通ペースぐらいですね来ますからねそう来る<ー>、はい、来る本当に何も理解しないまま質問してくるからね、うん、これはこのニコニコ動画っていうのはどういうふうにとか言って知らねえのかよって感じですね,ねで翌日また同じやつがさ このニコニココどういうふ <laughs> <laughs> う,いう風にいや見てこいよと <laughs> そ<う>全然その組織組織っていうかそのこういうインターネット配信とかよ,<ー>よく分かってないままあの言ってくるっていうねいやーだからそれでよく判断できるんだと思いますね。で,で結局分かるとこだけ攻めていくんですよ。いろいろ広く当たって、うん、いやここだって思ったところを深掘りしてくる。うん うんはいいやめんどくさいはいであの青汁王子っているじゃないですかはいあのみ三崎ユ太っいう方青汁王子はいはいはいあの英国から入るか出るかっていうはいなんかあのこの徳井さんの事件を受けてはいその徳井さんとなんか自分全然差差があるじゃないかとはい自分結局逮捕されてるのにあ確かにねそう徳井さんあれなんあれおかしいじゃないかとはいはいで結局なんか差が悪いみたいなうんで国税庁とかってやらかしても責任取らないじゃないですかそう で国民は、はい、そのいろいろ不備があると追徴課税を課されるのにじゃあ,あれ役人なんなんだよっていうイケナルティもなく役,役人っていうのは全然スルーだよね、うん、だってあと公務員だよね、うん、あのー、今回あのほ、ー、ら、あのー、教師がいじめやったでしょ、うん、あいつらほぼ大丈夫だからね、うん、出てきてないでしょ、うん、謝罪もしてないでしょちゃんとした。で に多分ならなないででしょ、うん、でなってもいや懲戒には多分なると思いますよ辞職させないっていうあ辞職させない方向で、うん、あこんだけ世論が<う>でもあれなんだよねなえっ、ー、と他の県に行って名前変えてまた教師になってるやつとかいるんだよね、うん、で実はその前、あのー、わいせつで捕まったやつが他の県に行って名前を変えて またもう一回教師になって、それでもう一回あの子供の何。なビデオ撮ってて、着替えの、それでまた捕まってるやつ。人間のクズです。人間のクズ。だから、教師やばいよ、うん。そういう意味、あ、まあ、あ,あの一部がやばいから、全部がそうだったわけじゃない。けど組織的には、すごくその緩い。あの緩い体質っていうか、調査もな、あれだし、ちょっと調べりゃ、わかるんじゃないのっていうのもあるけど、うん。うん 真面目に頑張ってる人たちがかわいそうですよね、そう,そういうなんか一部の変態みたいなやつがこう問題を起こして教師全体のこう質が問われてるわけじゃないですかそうそうそうだから、だって質問しないじゃん、うん、元どこの学校で教えたのとか、うん、裏取ったりとかしたら分かるわけで、うんうん、なんでん今頃教師になったのってもおかしいし、はい、なんかそういうのを調査しないで採用しちゃってるっていう。日本は歪んでますよ はい、さまざまなところで。そう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 。だから公務員は平気だけど、あとそのこの徳井さんはね、どうなんだろうね。そのその青汁王子はやられてね。そうそうそう。まあ修正したからいいだろうみたいなのもありますけどね。はい。ただこれはちょっと修正してオッケーだったらみんなやるよっていういや別バレなきゃいいみたいな。そうそう追徴課税がかかるからね。まあちょっときついけど。そうですね。はい。 いやーでもこれは本当にひどいなという、はいうん、認識が甘すぎるなという事案でしたね。うんうんはい